金厚市線、または金厚市新総線は中華人民共和国石膏省、金華市と雲州市を結ぶ高速鉄道路線。全長1 8 8 8 1 2トルのうち、橋梁が71箇所3 5メートルトンネルが43箇所1 1 5トルで構成されている。設計最高速度は、 時速2 5 0トル営業最高速度は時速2 0 0トル現在近温河線となっている全長2 5 2トルの旧路線の高速化と短絡化のために、近レオ温高速鉄路として2010年1月19日に着工。開業後は旧線を本来の近圧市線から近圧市河線と改め、本路線を近圧市線としているが、 急線と区別するために新近温泉とも呼ばれることもある。志向は中国鉄拳大橋工程局集団有限講師が担当した。2015年10月15日に試運転を開始し、同年12月25日に竣工切符の前売りが開始され、26日に開業した。2017年3月20日、霊水駅から雲州南駅、広州東駅、 大飛南駅及び上海公共駅への直通高速列車運行を開始。同年11月20日より復興号の運行を開始。2018年2月26日より金厚支線全線の駅で中華人民共和国民文書による入場、乗車が可能となった。すべて石膏省内に位置する。竹吉北、栄光南、新雲西、陳天は、 新設駅で、他は、既存駅を利用する。人天は、当初、サダフという歌唱だった。東隆と人天は客扱いをせず。全駅は、上海鉄路局近キャシャ無断の管轄となる。ありがとうございます。